スーパーファイト K1 スーパーライト級アンダー65キロリミット3分3ラウンド。画面右、相田康臣、画面左、中澤潤、7ヶ月ぶりの再戦。前回はクラッシュのリングでチャンピオン中澤がチャレンジャー相田を退けています。相入れない2人の再戦、勝った方が正義、全く異なる考え方を持つ2人の激突です。一瞬笑顔が見られました相田、対する硬い表情は中澤です。ラウンド1、はい、今第一ラウンドのゴング、すぐリングのセンター取っていったのは中澤潤です。右のローキックから入っていきます。さあ中村さん、はい、7ヶ月ぶりの再戦ですね。そうですね、前回はクラッシュの、ナイス左のフック、相田です。65キロのタイトルマッチで、延長戦までもつれて中澤選手が勝ったという試合だったので、はい、中澤選手もね、もう KO でやっぱりこう完全決着つけたいっていうのも言ってますし、相田選手はね、相田選手で、まあ、K1 からクラッシュに出てこう自分と試合したことで中澤選手が注目されたんだろうみたい な、はい、そういったコメントも残してたり、こうなんかお互いこう自己主張が強くてそれが全く合わないみたいなタイプなんで、はい、まあ、普通に試合する相手には余計にこうか、ね、ま、こうするには負けたくないって気持ちあるでしょうからね。そうですね、相田がフェイントかけながらジャブ出してるんですよね、いろんなフェイントかけながら、はい、で中澤はどんどんプレッシャーかけて前に近づいていますね、うん、これ雅人さん、はい、再戦という意味で、まあ、お互い一度やってますから、手の内、あ、この左のジャブですね、相田もうちょっと右目腫れてきましたね。あ、このガードの間からあのジャブに反応できてないですね。このジャブがどんどん当たっていけばもう相田は楽に試合します。うん、ツー、あ、もう目が本当に腫れてきています、はい、右の目です。中澤、相田の左の拳がガードの間からこれです。中澤の顔面を捉えています。なんかあれですね、相談はちょっとパンチの質変わった感じしますね、はあ、はい、あんなに顔腫れるようなパンチ打てなかったですか、うん、まあ、関根さん、相談は一時期スランプもあってね、かなり迷っていた時期もあったんですが復活してきましたよね。パンチのスピードが増しましたね、うん、あれマスク、新しいマスクがあれ狼とドクロなんですよ、はい、でドクロが死んだ自分で狼が生まれ変わった自分っていうメッセージがあるっていうことを言ってたんで、なるほど、俺そうだ、髪の毛長すぎるんじゃないかなと思ってたらですね、あれマスクかぶった時に一番いい髪型が素晴らしいです、ね、そうなんです、なるほど、昨日の会見でもマスクに注目してくださいそうですね、マスクかぶったのが本当の自分の顔らしいですそうなんです、はい、まあでも雅人さん、そういう意味では本当にプロフェッショナルですよね。そうですね、プロフェッショナル、そういうやり方かと思いましたね、はい、なるほど、ただここもリング上、いや関根さん、かつてこういう、まあ、いわゆるちょっと遊びはなかったですよね、はい、相談に、あ、すごい生真面目な感じでしたよ ね、なんかそれがでもハマってますよね、なんか好き勝手にやって結果強くなってるというか、うん、まさにそれが相談の言うリベルタ、スペイン語で自由の戦いなのかもしれません。まあ対するそれを叩き潰してやろう、まあ、それごと潰してやろうとするのが中澤なんですが、ちょっと1ラウンド、まあ、左のジャブ何発かもらって棄権を制された格好になっています。ちょっと中澤の手数が少なくなっています、はい、第1ラウンド、しかも右目のあたりかなり腫れている。ここ今度は右のストレートです、入ってこようというところ。対する中澤の左のフックは空を切った。ここで第1ラウンド終了です。いや、うまく左のジャブでコントロールして相手削ってますね。これこの後雅人さん、はい、1ラウンドは捉えました、2ラウンド目でどうかですよね、はい、まあまあ、僕だったらもうこの2ラウンド目も左で削っていいと思います、はあはあ、で3ラウンド目で倒しに行くっていうやり方をします、ね、僕だったら。でも中澤はもうちょっと、ね、今のままじゃダメですね。そうですね、もうちょい 中に入りたいですよね。これただ関根さん、はい、お互い2度目で、ね、やりづらい部分とやりやすい部分があると思うんですよね。そうですよね手の内は分かってますからね、ただ相田選手はガラッと変えてきましたよね。そうですね、前の戦い方と、まあ、第1ラウンドは中村さん、はい、その作戦がハマったと。そうですね、はい、2ラウンドとかどうだったかな。逆に中澤選手も1ラウンドジャブでこうペース取られたっていうのは分かったと思うんで、多分変えてくると思いますよ、うん、中澤選手も、ね、頭いい選手なんで、はい、さあその第2ラウンドの立ち上がり注目しましょう。第2ラウンドです。でもなかなか今の感じでだと入りにくいと思いますよ。この左のジャブです。ソーダの左のジャブが中澤の画面を捉えた第1ラウンド。今度は右のローキックです。同じローキック返していくのが中澤。
現在この赤いグローブの中澤はクラッシュでのチャンピオンベルトを保持している選手。あ、でも確かに中澤、ちょっと変わりましたね。前に出てくる、詰めていきます。このローいいですよ。そうです、中澤選手実は、これが剛健中澤の拳です。右のストレートたまらずダウンしたのは総田康臣。中澤選手もともとローキックが強かったんですよね。いや、はい、あのローいいですよ、はい、今度は中澤が攻勢に出るか。右のロー、少し第一ラウンドよりも近い距離になってまいりました。左のアッパーも織り交ぜます。中澤バックスピンキック、中澤パンチあります、パワーありますね、一発が。まあですから関根さん、それが怖いんですよね、ソーダにとってはフィジカルが強いんですよ。タイムストップ、マウスピースが落ちました。ここでタイムストップ、早く早くと早くやらせろと中澤です。だいぶ自分のペースになってきたんで、はい、崩したくないですよね、さあ再開されます。ローキック、今度はフックから左のボディフックはソーダです。ちょっとこのプレッシャーが中澤強くなってまいりました。ソーダは鼻から出血、ソーダもっと強いジャブですね、弱いジャブいらないですね。最初の1ラウンドみたいな強いジャブ打つといいんですけど、ただローキックを蹴られたことによってちょっと変わりましたね、ペースが。中に入れなくなってしまうということですか。いや、中に入られてますね。もっと強いジャブだと止められるんですけど、止められなくなりましたね。ただローを蹴られたっていうのも大きいですね。ローサマスさん、ソーダとしては絶対に2連敗は避けなければいけない。そうですね、でも中澤選手のペースになってますよね。右の膝です、ソーダ。ソーダはこの膝も得意なんですよね、はい、今度はジャブではなく膝で活路を見出すか。右のアッパーガードの間からです、ソーダ。今手数でソーダ、そして一発の破壊力で中澤という構図です。パンチが顔面側頭部を捉えてまいります。中澤さん、この距離というのはいかがですか、ね、はい、いや、中澤選手のやりたい距離じゃないですか。パンチ、あとローキック、まあ、ボディだったりアッパーだったり、いろいろ中澤選手のこう、今度はそのパンチをまとめてくる。右のハイキックもあります。ただ先ほどご覧いただいたように一発の破壊力があるのが中澤。パンチのコンビネーションはソーダです。ワンツースリーまで作っていく。右のパンチ一発返していくのは中澤。それで相手の動きは止まってしまいます。第2ラウンド残り10秒したところ、中澤が右のストレート打ち終わったところで第2ラウンド終了のゴングを聞いています。マサトさん、はい、ちょっと流れ変わった第2ラウンドでした。そうですね、中澤があのローキックから自分ローキックを打ったことによってあの自分の距離になって、それであのダウン取り返しましたから、ダウン取りましたからね、一気に中澤ペースになりましたね。本当に一つのことでこれだけ流れて変わるんですね。そうですね、本当に、はい、やっぱり近い距離での打ち合いだと回転数の速い中澤の方が有利だと思うんですよね、まあ、そうだ、だからここでどうするかっていうのが次のラウンド、はい、関根さん、はい、まあ、そういう意味では1ラウンドは総大有利、2ラウンドは中澤有利という状況になりました。だからここはもう総大選手は一気に出ないとポイントは、ね、ダウンしてますからね、2ポイントやっぱり失っちゃいますからね、ダウン。スゴダースゴダー。さあ7ヶ月ぶりの再戦、中澤潤対総大康臣、ファイナルラウンド最後の3分間です。リベンジなるか、ソーダ返り討ちにするか、中澤。青いグローブソーダがジャブを打ってまいります。対する左のミドル蹴っていったのは中澤です。第2ラウンドでは中澤の右のストレートでソーダがダウンするというシーンもありました。さあその中で迎えた第3ラウンド、まあですから中村さん、はい、ソーダとしてはまずは先手を取っていきたい、自分のペースにしたいですよね。そうですね、中澤はローキック忘れちゃダメですよ。ローキックから中澤は組み立てた方がいいですよ。あの右のパンチはローキックがあったからこそ。そうですね、はい、はい、こう、ナイスボディ、ナイスボディ、おー、いい。あ、そうだ、ボディから今度は左の膝、はい、それはある意味玉砕覚悟でもう中に入ってパンチを打ち込んでいくか。
対する中澤はその冒険で一発で仕留めるか。1分が経過しました。ファイナルラウンドです。まあ、中澤は大体相手のやってくることは分かるなんて発言もあったんですが、生まれ変わった相田、前回とは違う立ち上がりを見せて、さあファイナルラウンドです。膝で飛び込んでくる。そこにパンチを合わせる中澤、この距離に緊張感があります。中澤のプレッシャーか、右の背筋、これはガードしている相田。これ正人さん、この距離感だとどちらなんでしょうか。なんかまた3ラウンドは相田のいい左のジャブというか強い左のストレートに近いパンチが入ったんで、またなんか相田ペースになりましたけど。そうですね、相田選手のこの真っ直ぐのパンチが当たる距離が、そう、中澤はこのあとローキックをカットしたのが良かったんですよね、今までローカットしてなかったんで。やはりボディ踏み込んでです、中澤。このパンチが当たり始めればそうだというところ。ただダウンでポイント差がついてますかね、2ラウンド、まあ、1ラウンド3ラウンド取ってドローですよね。この試合は1ラウンドの延長ラウンドが用意されています。その中で、まあ、中村さん、前回も延長決着ですからね、やはりどうしてもこういう戦いになるのか。ただ中澤は赤いグローブ、今回こそ白黒はっきりつけると宣言がありました。安全からの膝は相田康雄に、完全復活に向かってのこのメインアリーナの大きな舞台です。間を突くパンチ、左のジャブは中澤、残り30秒を切っています。ファイナルラウンド左のハイキック、これはガードしている。右のストレートを打ち返します中澤潤です。このプレッシャーが行ったり来たり、右のミドル、左の膝は相田、相入れないイデオロギーを持つ両者の戦いです。水と油、制するのはどちらか。ここもパンチが交錯した、近い距離だ、どうだ、中澤の右の拳、再びダウンを奪うか。ここで3ラウンド戦い抜きました。試合終了のゴング。中村さん、どうですか。はい、まあ、やっぱり試合、まあ、判定のところで言えば中澤選手が確実にダウンでポイント取ってるので、まあ有利なんですよね。まあ、試合自体は1ラウンド1と3ラウンドはやや相田選手のペースかなっていうところもありましたけど、はい、まあ、ただ久松さん、はい、こう我々こう素人目から見ても流れが行ったり来たり、よく分かった面白い試合でしたよね。結果どっちなんだろうと思って今ドキドキしてます。さあ判定です。中澤の顔腫れています。ただダウンを奪っているのは中澤。集計の結果をお知らせいたします。ジャッジ西村29対28、赤中澤。ジャッジ豊永28対28、ドロー。2人目ドロー。ジャッジ歴29対28、赤中澤。以上判定2対0を押しまして、勝者赤コーナー中澤潤。判定2対0、今回も KO はならなかったんですが、中澤潤7ヶ月ぶりのリマッチ、相田康臣を返り討ちにしています。中澤潤選手には株式会社スタート。さあ、前回の戦いもご覧になった中村さんは、はい、改めて、今日の試合はどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり前回同様やっぱ競った試合になったかなと。まあ、その中でも中澤選手はやっぱりダウンっていう明確な形で、はい、ポイント取ったのも大きかったですし、1ラウンドのややね、やりにくかったというか、ペース取れなかった中でうまく2ラウンド戦い方修正したところ、うん、そういったところはキャリアだったり、試合運びのうまさっていうのを感じましたね。まあ、ただ正人さん、はい、一つ相談も違う可能性というのを見られましたよね。まあ、そうですね、まあ、今最初いい、ね、ジャブついてよかったんですけど、やっぱり中澤の引き出しの多さに負けましたよね。はい、中澤潤、相田康臣を返り討ち、 K1 2戦目で K1 初勝利を挙げています。